はい、やっていきましょう。妖怪ウォッチさん実況です。現在、私は川の上にいます。川の上イカダに乗ってます。はい。思ったよりもめっちゃ時間かかってます。スピードもうちょっと速くなればいいのな。まあまあ、のんびりやっていきましょう。はい。ああ、なんかいたの見えなかった。画質が悪いせいかな。どっち行けばいいんだろう、わかんない。あ、どっちもこっちもなかったわ。なんか道が分岐してるかと思ったら。あ、違う、岩だった。ああ、やばいやばい。沈むやばい。あかん。なんか踊ってる人いるよ。こんな状況に。何やばい、ぶつかる。やばい、ぶつかる。ぶつかる、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 ぶつかる。危ない危ない。難しいね、イカだって、ほんと。まあ、船が悪いからだろうけどね。私は悪くない。さあ、行きましょう。あ、右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 。おー、完璧。なんかある？あ、なんかいる。私の鏡の中に入れば空間をワープできます。だって。いやいやいや、秘密基地戻っちゃダメ。なんかあるかな？あ、また妖怪？どこ？どこいる？うわ、でかい！なんだっけ、これ。あー。あいつね、あいつ。名前が思い出せない。ほのぼうのの妻かな。まあいいや、行きましょう。ほんとこの道で合ってんのかな、わかんないんだよ。よし、あぶぶつかる。あさあ行きましょう。まあ大丈夫でしょう。残りちょっといかだが耐久力が半分になっちゃったけど、お、また旗がある。行こうか。もうちょっと右。あ、やばいやばい。よし。お、なんかあるじゃん。なになになにこれ。お、わかめくんボディだって。めっちゃ滑りそう。なんかあるかな。お、宝。宝ジェンヌじゃん。容器の粒。はい。ドーナツ、なんでここにドーナツをつけんねん。アリがたかってんじゃないの、大丈夫。はい、わかめくんボディだって。行きましょう。行きますよ。さあスピード乗れ。大丈夫かな。よしよしよし、もう大丈夫でしょう。はっはっ、あー間に合わなかったけど大丈夫でしょう。もう、あ、ゴールの線が見えてきたよ。やっとだね。もう3分経ってるよ。この道で合ってる、本当にわかんない。あ、合ってた。ポプラが言ってた遺跡ってここじゃないか。本当にあったんだ。なんか目の前めっちゃ光ってる。なんだろうあれ。ポプラくんやりましたね。確かオーバーツというところは眠ってるって話だが。うん、なら二手に分かれて探そう。俺は奥の方見てくるから、お前はこの辺探してくれ。わかった。何か見つけたらすぐに呼ぶからな。おー、夜だからね、なんか出るんじゃないかな。まあ、出ても妖怪だろうけどね。身代わり人形人形か。何かあるかな。あ、なかった。あ、何か落ちてる。何これ、ネジ巻きの大パーツ。なんだろうこれ、丸い金属板。めめめ、これきっとこれはあれですよ。超古代文明によって作られたコースターですよ。昔の人はこれを失敗にしてに置いて使っていたんでウィス。これが間違いないでウィス。そんなわけあるか。なんかないかな、他にね。あ、なんだろうここ。あ、特に何もないか。あ、なんか画面濡れちゃってますね。すいません。ちょっとお茶飲んでた。あ、なんかあるじゃん。これは？さよなら、天使ちゃん。なんやねん。ポプラは何か見つけたにゃん。U字型の O パーツだって。変な形、何かの飾りかな。これはもしかして。
馬の蹄につけるあれじゃないですか。こういう部分も無理として人気のアイテムですよ。なんでそんなものあるにゃん。オーパーツと関係ないにゃん。古代の人たちはきっと縁起物が好きだったのでウィス。そんなことあるかな。ないと思います。他にも探してみよっか。でも妖怪が出てくるってわけではないんだね。それはいいんだけど。なんかある？おっと、なかった。かわいいバッチ。なんじゃそれ。ポプラ君、何か映ってますよ。お、カラフルなオーパーツだって。オーパーツな、これマガダマじゃない。キラキラした石だ。でも変な形だな。これはきっと古代のアクセサリーですね。カラフルな石をジャラジャラと見つけていたんでウィス。絶対に違うにゃん。ちょっと、なんですと。いろいろ見つかったね。素晴らしいでウィス。きっとここは昔超古代文明が。おいポプーラ、あ、マックの声だ。ちょっと来てみろよ、奥にすげえもんなかんぜ。なんだろう、行ってみるにゃん。おー、いいね。結構いろんなものをしてますね。ヤフオ、ヤクオフとかで言ったら結構ね、高値がつくんじゃないかな。おー、なんかある。なにこれ、どういうこと、こんな薬。もしかしてあの影村委員と何か関係あるのかな。なにこれ、なんか病院。森の中にあるにしてはあまりに気になる敵でウィス。すげえよな、まさかこれ全部オーパーツなのか。なわけあるか。何者だ、え、なになに。あ、ドリームをくれた妖怪だ。君たちはなぜこんなところに。俺たちイカダで川を下ってきたんです。噛むな。森で襲われた時は助けてくれてありがとうございました。ドリームがなかったら危ないところだったぜ。けどあんたは何者なんだ。妖怪ウォッチを持ちドリームを使いこなせる君たちになら話してやっても構わない。お、ユウはサメ。サメですね。それストレートに言っちゃった、ごめんなさい。ドリームを開発したこの私がね。ニャニー、その顔もしかして。そう、やっぱりさ、元 CEO スティーブ・ジョブスだ。うん。へへ、割となんかネクラって感じだね。妖怪ウォッチの生みの親と言われた。でも確か追放されたんじゃ。ああ、わけあって追放されたが、私はこの孤島で研究を続けていたのだ。その成果の一つが君に渡した妖怪ウォッチドリームだ。え、じゃあもしかしてこのオーパーツってドリームの部品だったんですね。その通り、ドリーム開発時にできた試作パーツだ。まさかの展開でウィース。っていうわけでグレーのあれいっときますか。お、椅子。はい、古代遺跡のオーパーツバッチリ解決いたしました。なんかめちゃくちゃあっさりだったね。ホラー展開かと思えば大したことなかったですね。はい、ありがとうございました。経験値が170です。あ、こっちまだレベル低いんだね。向こう稲穂ちゃん編はもうレベル18ぐらいまで行ってたからね。アイテムが必殺の秘伝書でした。ルーレットボーナス。さあ何が出るかな。あー、ダメでした。はい、小経験値玉は2個手に入れました。大当たりは大経験値玉でした。なんだ、罰じゃなかったのか。でもなんでこのところで研究してんだ。実は探し物をしていてね。探し物、お宝か。それは。ところで君たち、この町に落ちた隕石の噂を知っているかい。噂知ってるけど、あれは隕石なんかじゃないぞ。そう、その通り、あれは隕石なんかじゃない、本物の UFO なんだ。私が探しているのはそいつだよ。あの UFO には様々な謎があってね、
その謎を調べるためにここで研究と調査をしているというわけだ。 UFO の話って本当になったんだ。じゃあなんでドリーム作ったの？それはまた別の話なんじゃないのかな。だから言ったじゃねえか、 UFO いるんだよ。とはいえ謎も多くまだ分かっていることも少ないが、まあいいか、子供というのは純粋だな。だが彼らなら、あるいは、さあどんな展開になっていくんでしょう。続く。マルダ、次の Wi-Fi ファイルだけど。カクリ、僕の見解を聞きたいかい？別に。別に。マック、あれって、UFO だ。ついに見つけたぜ。ウィスパー、空飛べるんだから捕まえてくるにゃん。んな無茶な。次回第5章、UFO の謎を追え。お楽しみに。あんまりうまくなかったね今。実に楽しみだね。はいはい、それじゃあ次の捜査に向かいましょう。はい、というわけで本日ちょっと短いんですけれども、キリがいいんでこんなところで終わります。はい、ありがとうございました。